グレシーニレーシングはロードレース世界選手権に参戦するイタリアのレーシングチーム。モートジッピークラスではアプリリアレーシングチームグレシーニの名前で活動している。125cc クラスで2度の世界チャンピオンに輝いたファウストグレシーニが引退後の1997年に設立した。1997年アレックス・バロスをライダーに V2 エンジンのホンダ NSR500V で 500CC クラスに参戦を開始する。デビューイヤーには表彰台を獲得することができた。翌1998年もバロスは残留し、新たに V4 エンジンの NSR500 で戦うことになった。2000年からは加藤大二郎をライダーに NSR250 を買って 250CC クラスに参戦の場を移した。 2001年シーズン、大春郎はシリーズチャンピオンを獲得し、チームは翌2002年からホルトゥナ・ホンダ・グレシーニとしてオーハル、大春郎ライダーに最高峰クラスに復帰を果たした。2ストロークの NSR500 で参戦を開始したが、シーズン終盤には4ストロークの RC211V を供給された。スポンサーが変更となりテレフォニカ・モビスター・ホンダとなった2003年シーズンは、 大二郎の自己死という悲劇で開幕した。彼を追悼する意味で、チームロゴには、ゼッケンの74が追加された。チームメイトのセテジベルナウは、年間4勝シリーズ2位という成績を、大春郎に捧げた。翌2004年もジベルナウは、シリーズ2位となり、チームメイトのコーリーン・エドワーズは、シリーズ5位だった。2005年、ジベルナウはチームに残留、新たに、 チームメイトとなったマルコ・メランドリがシーズン2勝を収めた。2006年はスポンサーにホルトゥナが復帰し、メランドリとトニエリアスのライダーラインナップとなり、メランドリーが3勝、エリアスが1勝を収めた。2007年にはホルトゥナのスポンサーシップを失ってしまったが、両ライダーは残留した。タイヤはミシュランからブリジストンにスイッチし、 800cc の RC212V でシーズンを戦ったが、わずか表彰台2回と期待外れな結果に終わった。2008年はライダーが一新され、アレックス・デ・アンジェリスと中野マヤのコンビとなり、新たにイタリアのスナック菓子、メーカーサン・カルロがメインスポンサーとなった。2009年は中野に代わり、エリアスがチームに復帰し、シーズンを戦った。 2010年は、モートジッピークラスはライダーを一新し、チーム復帰したマルコ・メランドリのチームメイトに、ルーキーのマルコ・シモンチェリがつく体制となった。またこの年から新たに始まった、元2クラスには、降格した形となるエリアスと、ウクライナの新人、ウラジミール・イワノフが、森脇のシャシーで参戦。エリアスが、見事初代チャンピオンに輝き、チームに2度目のワールドタイトルをもたらした。 2011年シーズン、モートジッピークラスでは、メランドリに代わり青山博和がシモンチェリのチームメイトを務める。元にクラスのライダーは一新され、高橋優希とミケーレピロのペアとなる。しかしモートジッピークラス第17戦での事故により、シモンチェリを失い、チームは最終戦の欠場も検討していたが追悼のためとして参戦を決意し、 元にクラスでピロが初優勝を果たした。2021年現在はホンダとの長年の関係を断っており、アプリリアがマシン供給やタイトルスポンサーを務めている。そのためチーム名がアプリリアレーシングチームグレシーニに変わっている。元にではカレックスがマシン供給を行っている。またグレシーニの死去に伴い彼の妻のナディア・パドバーニが取って行っている。 なお、モートジッピークラスにおけるアプリリアとの契約は2021年で終了し、2022年からは新たにデュカティからマシンの供給を受ける。ありがとうございます。